うっす、皆さん、ザグッズナイトです。今日の特別のレビューは、新しいガスマスクがあります。これは前の、まあ、MCU2P のやつは、1977年からのマスクですけど、ちょっと古いのですけど、ですから、このシリコンに入ってるのは黄色になる、ちょっと、なんとか昔のファミコンみたいな感じでちょっと黄色になるとか、フィルターも一つだけがあるとか、これはマイクマントと、フィルターは交換でもできる。右の方で左手使うの人でも、またチューブに入ってると、ちょっとデザインはあまり問題ないけど、マテリアルはちょっとダメだったから、このマテリアルは古いになるとよく空気でもこっちから入れるとか、いろいろのガスとかいろいろのものはボンドに危ないになるから、ダメになるから、もっともっとガスとかいろいろ入れるから、それで、2000年ぐらいは新しいものが出ました。これは MSA Millennium 2000のガスマスク。これはよく、これの問題あったと聞いたの問題は、こっちではよく直しました。じゃあ、とりあえず、マテリアルは全然違う、大体。このマイクはあまり誰も使ってなかったから、なくなった。まだアダプターに、他には顔だけどさ、あまり必要ないと思います。マテリアルも前よりちゃんと強いと、いろいろの守りアップ 300% か。まあ、ナンパーがよくわからないけど、この前のマスクの負けるにことは、これはもともと価値アップになりました。じゃあ、それで、ちょっと やりましょうか。じゃあ、これから、マスクに入って、シールに取って、と、クリアにすると、それから息をできます。じゃあ、いろいろは大体同じけど、こっちの前ではちゃんとクリアから、シリコンに入ってないから、その黄色にならないです。もっと、これよりなんとか、ちょっとだけ行きやすいと思うので、それは、これはもっともっと新しい版の感じるかもしれない。まあ、行きやすい、見やすいとか、まあまり、まあよく、このマスクがやっぱり好き。今はなんとか M50、M50 のマスクでもある海兵隊が使ってるのやつですけど、さあ2つの特別のフィルターでもできる。これはネット 40mm のフィルターは、超見つけやすいと、もしかして米海兵隊だけじゃなくて、イギリスの軍人とか、に入っている同じのフィルターにできます。でもこれは大体もともと空軍とか海軍が使ってるのやつですけど、海兵隊のやつはもうちょっと使いやすいよりもちょっと高い。これはよく5000年ぐらいに見つけたんですけど、超ラッキーだね。でも拳銃もちょっと同じの問題、使いにくいと耳だけがストックに入ってるのでサイトで見えるですけど、一番使いやすいの方法はだいたい前と同じのレーザーで超使いやすいと。これでサイトでも見ないとヒップファイアリングもできると、ちゃんとバババババババンターゲットを当たれる。じゃあ超便利なやつ、やっぱり行きやすいと、使いやすいと、他の新しいマスクでもまだちょっと安いから。でも、ガスマスクの戦うはやっぱりちょっと大変。と、マスクだけによくじゃなくて、よくフルスーツ、チャコルの、なんとか、炭酸じゃなくて、なんだかな、酸のやつみたいな、カーボンのやつに、スーツに入ってると超ちょっと熱いと、動きづらいと、誰でも全然好きじゃない。ガスに戦うはダメ、本当にダメ。それと水で飲める、特別寒天が必要とか、水よく飲まないと超熱いと、まあ、ガスだけじゃなくて熱いの方もは気をつけないと大変になります。その以外はまあちょっとだけ重いとか、ヘルメットでも使うんじゃない。ほら、さっき前のビデオも作ったけど、特にしてなかったから、ちょっと大変だね。
そうだね、大体この感じと、ガッタからも入れるとできます。ヘルメットと。それもナイトビジョンを使うと、やっぱり首に危ない。そんなに重いさに。いや、でも大体大丈夫と思います。上等のマスクと、ちょっと安いのマスク。これでガスクからよく逃げるくらいにできます。逃げるの方がガスになくなるは一番大切だね。じゃあ大体それだけだね。今日は、ついに新しいカメラを買ったんですから、もしかして前のビデオよりもちょっと見やすいならよかったらね。もうガスマスクよりも、まあ、ガスマスクよくわからない。これはガスあったら、これは一番安全で嬉しいです。でも使うにはやっぱりづらい。とちょっとだけ、中古で買ったから、ちょっとだけそのなんとか海兵隊トレーニングの CS ガスの匂いがちょっとあればね。ちょっとだけスパイシーの匂いですね。まあでも確かにガスマスクが楽しいから、一つがあれば嬉しいですけど、ちょっと行きづらいな。まあね、大体見てると全然違うだね。まあじゃあ、レビューはそのままでいいかな。そのマテリアルは頂上とから、この系で回ると全然問題ない。まあ海兵隊の時は誰でもカミソリしないといけないから、ガスマスクのためには言うけど、あまり問題ない、やっぱり。ただ、毎日カミソリするの命令みたいですけど。じゃあ、レビューは終了です。じゃあ、ガスマスクはやっぱり楽しいだね。まあ、質問あれば、コメントにやってもいいとか、できれば答えはできるんですけど。じゃあ、皆さん、お疲れ様です。また今度。あ、でも、一番大切には、ガスマスク、本物のガスマスクは、サバゲーやるは、やっぱり、ちょっと危ないですから、グラスのカバーがあるんですけど、サバゲーに使うのは、インパクト守りのレーティングがないから、壊れたら目に、ちょっと、やばいですから、ちょっと、遠慮してください。ちゃんと、グラスに使ってください。ガスマスク、かっこいいけど、動きづらいと、ちゃんと目が、顔が守らないから、気をつけてください。じゃあ、皆さんお疲れ様です。また今度だね。サバゲーに行きましょう。